安藤勝美、1960年3月28日隊は、日本の元騎手、現在は、競馬評論家。1976年に、公営、笠松競馬場でデビュー。1978年に、初めて同場の最多勝利騎手となって、以来、通算19回その地位につき、安勝の愛称とともに、全国的にその名を知られた。1980年に、日本中央競馬会 JRA で初騎乗。1990年代後半より中央へのスポット参戦が頻繁となり、2003年に正式に移籍。以後 JRA 所属馬で数々の GI 競争を制したほか、2007年、2009年には JRA 最高勝率騎手のタイトルを獲得した。2013年に騎手を引退。通算成績は 2852戦4464勝。そのうち JRA では6593戦1111勝、重賞81勝、GIJ プニー競争を22勝含む、地方では 14259 戦3353勝、うち GIJ プニー競争6勝を含む、ダートグレード競争36勝。彼の中央移籍を契機として、数々の地方競馬出身騎手がその後に、続、地方から中央への道筋を開いた先駆者と評される。同じく笠松から JRA 騎手となった安藤光明は2位。大井競馬所属騎手の安藤陽一は追い。本校では他の安藤姓の競馬関係者と区別するため、特に断りのない限り安藤勝美を勝美と表記する。1960年、愛知県一宮市に生まれる。和食の板前であった父親は、後に安藤の師匠となる、吉田昭義の幼馴染であった。勝美が小学校3、4年生の頃には、笠松競馬場近くの店に勤務しており、この頃に勝美は、父親と初めて、笠松競馬場を訪れた。時期に、兄、光明が、騎手見習いのような立場として、吉田厩舎に出入りするようになり、これに伴って、勝美も厩舎を頻繁に訪れ、馬に惹かれるようになっていった。当時、兄弟は母親と岐阜県大垣市で暮らしていたが、中学1年時の夏休み以降は笠松に居つき、そのまま厩舎の住み込みとなった。なお、出生からの姓は北浦であったが、中学2年生の時に両親が離婚、後に復縁したことに伴い、安藤姓となった。1975年4月、地方競馬の騎手養成所、地方競馬教養センター、栃木県那須市に入所。教養センターの同期生には、同じく笠松で活躍し、身内同然の仲となる、浜口楠彦や、大井競馬で活躍することになる、早田修二がおり、早田とは特に気が合う仲であったという。環境の変化と座学の苦痛で、胃潰瘍になり、2から3ヶ月の休養も経験したが、規定の1年半で卒業し、後騎手として、笠松に戻った。騎手デビューに際しては、年功序列を重んじる師の吉田から、最初は光明が7、勝美が3の割合で乗せる。1年経ったら、うまい方に多く乗せるよう考え直す。兄弟同士、負けん気で頑張れと訓示されたという。1976年10月20日に、騎手デビュー。初戦は、笠松競馬第6競争で、八神ロードに騎乗し、初戦は9着であった。3日後に、ジュニアチャイナで、初勝利。12月26日には、シプリアパールで、第1回ジュニアグランプリを制し、デビュー2ヶ月余りで重賞初勝利を挙げた。初年度は9勝、翌年は78勝と成績を挙げ、3年目の1978年には116勝を挙げ、初のリーディングジョッキーとなった。以後、勝美は18年連続でその地位を保ち、笠松では、カラスが鳴かない日はあっても、安勝が勝たない日はないと言われる、名騎手となっていく。若手の頃に特に、手本としたのは、名古屋競馬所属で、後年、吉田稔を育てた山田義夫であった。1980年には、地方競馬騎手招待出場のため、中央競馬で初騎乗。後に種牡馬として、名をなすヤマニンスキーで中央初騎乗、初勝利を挙げ、同馬を管理する、浅見国一から、中央にトレードしたい騎手だと高く評価された。この頃執筆された、山口瞳の随筆、草競馬放浪記では、中央で、天才と称された、福永陽一になぞらえ、笠松の福永陽一と紹介されている。笠松時代の克実の騎乗馬のうち、特に重要な一頭とみなされているのが、1987年に、笠松でデビューしたオグリキャップである。デビューから5戦を3勝2着2回としていた、オグリキャップに、克実は6戦目の重賞、秋風ジュニアから騎乗した。それまでは、青木達彦、高橋一生の二人が騎手を務めていたが、青木は落馬負傷中、高橋は地方競馬全国協会の研修のため不在という、偶然に寄りってきた、騎乗馬であった。克実を背にして、以降7戦7勝という成績を挙げたオグリキャップは、1988年春より中央へ移籍して、GI 競争で4勝、またそうした実績以上に印象的なレースを積み重ね、1980年代末より起きた競馬ブームを牽引した。当時の制度上、中央へ移籍した時点で、克実がオグリキャップに騎乗する機会は失われた。克実はこのことについて、寂しい、残念だ、という気持ちは自分にもあったはずだとしながらも、その頃には中央との交流競争など想像もつかないことだった。だから、オグリキャップの移籍に関しては、すぐに割り切ることができた。そのことを、いつまでも引きずって、くよくよするようなことは、まるでなかった。さらにオグリキャップが、笠松在籍のままならば、ローカルなヒーローで終わっていたとして、笠松からの旅立ちは、オグリキャップにとって幸せなことだったのだと思うと、述べている。また、オグリキャップの中央入りと前後して、逆に中央から笠松へと移籍してきたフェイトノーザンは、克実が騎乗した1987年秋以降、全国交流の全日本サラブレッドカップ、帝王賞、ブリーダーズゴールドカップといった競争を含む18戦14勝という成績を挙げた。中央入り後、芝コースの競争で活躍したオグリキャップに対し、フェイトノーザンは、克実の印象では完全にダート向きであり、鞍上で体感した両馬の感触の違いは、以後の克実にとって馬の適性を見極める上で極めて重要な指標となった。またフェイトノーザンは、先行有利と言われる地方競馬にあって、後方からの追い込みで実績を上げた馬であり、強い馬は、後ろからでも勝てることを教えてくれた馬であるとしている。フェイトノーザンは1989年の全日本サラブレッドカップ競争中に左前足を骨折し、競争19日後の12月12日に安楽死処分となった。克実は後年この結末について、今考えると絶対に何かしらの信号を出していたはず。それに気づいてあげられずかわいそうなことをしてしまったと述べ、騎手を引退した際には、笠松時代に最も思い出深かった馬として、フェイトノーザンを挙げた。また、若い頃にはしばしば騎乗馬を叱りつけていたが、後に、なんてかわいそうなことをしていたのと自制し、それが必要な場面であっても馬を叱ることができなくなったという。なお、克実は1995年に行われたインタビューの中で、オグリキャップ、フェイトノーザン、マックスフリートを、自身の騎乗馬の三傑として挙げている。デビュー3年目から笠松におけるリーディングの座を守り続けていた克実であったが、30歳を過ぎた頃から定石通りにレースを運べば当たり前のように勝つことができるという単調な繰り返し、騎手としての向上心を失い調教師への転身も視野に入れ始めていた。そうした最中の1995年、中央競馬と地方競馬間の交流が大幅に拡大されることになり、地方主催で行う中央との交流重賞、ダートグレード競争の整備や条件付きではあったものの、地方在籍のままでの中央 GI 競争への出走が可能となった。交流元年と呼ばれたこの年、克実はマックスフリートも管理した荒川智次厩舎に所属するライデンリーと中央の重賞戦線に臨む。かつて中央と笠松で活躍した若尾雷電を父に持つ同馬は、デビュー以来連勝を続け、1995年3月、10戦10勝という成績で中央の JRA 競走、放置杯4歳牝馬特別にで、中央芝コースのハイペースに苦労しながらも、最後の直線では先行勢を一気に抜き去り、2着に3馬身半差、レースレコードという鮮烈な勝利を挙げた。これで、中央牝馬三冠初戦、桜花賞への出走権を得た、雷電リーダーは一躍注目の的となり、本番が近づくと、笠松には多くのマスコミが詰めかけ、勝見への取材も過熱した。しかし、単勝一番人気に支持された桜花賞では、勝見に芝コースでの経験が乏しかったことがあだとなり、流れを読み切れず4着という成績に終わる。その後、雷電リーダーは、牝馬三冠の残る2冠、優駿牝馬、オークスとエリザベス女王杯にも出走したが、それぞれで大敗を喫した。雷電リーダーでは、中央の GI 競争に手が届かなかったものの、勝見は GI での騎乗を経て、騎手としての情熱を取り戻し、新人時代に戻ったように騎乗の研究に再び取り組み始めた。また、この馬がクラシックを狙えるのなら、今後も笠松からクラシックを狙える馬が出ると確信し、その時、桜花賞における不完全燃焼の内容を繰り返さないため、日本国外にまで赴いて、芝コースでの騎乗経験を増やすよう努めるようになった。1997年からは、地方所属馬が出走できる中央競走枠が大幅に増加。1998年、前年まで11戦0勝、22戦0勝と推移していた勝見の中央成績は90戦7勝と向上した。1999年には勝見がジェット機と評した笠松所属馬、レジェンドハンターによるデイリー杯3歳ステークスを含む455戦55勝という成績を上げ、この頃よりアンカツのニックネームは中央アンの間にも完全に浸透した。他方、勝見はレジェンドハンターで2着に敗れた中央の3歳王者戦、朝日杯3歳ステークスについて、雷電リーダーの失敗をまた繰り返してしまったとしている。2001年9月8日、中央の阪神競馬第9競走でマヤノグレーシーに騎乗していた勝見は、最後の直線でバランスを崩した同馬から飛び降りた際に胸部と右足を骨折し、長期休養を余儀なくされる。入院中、中央での少ない機会で結果を出そうとする、あまり強引な騎乗をしていたことや、中央での活躍に慢心していたと自省した勝見は、馬のリズムに合わせた騎乗という原点を見つめ直すことになった。そして、それを実現するためには、笠松からのスポット騎乗ではなく、中央における継続的な騎乗が必要であると考え、かねて中央の関係者から勧められていた、中央移籍を現実的に考え始めた。過料期間として告げられた3ヶ月間を、中央騎手免許試験の勉強に充てた勝見は、2001年10月30日、その一次試験を受験。マスメディアでは移籍確実などと報じられていたが、結果は不合格であった。これに対して日本中央競馬会に対してファンからの抗議が殺到したほか、競馬関係者からもその結果について批判的な声が上がった。例えば、橋口幸次郎は、アンカツだけは特例と思ってた、ファンの立場からすればあれだけ信頼して買える騎手もいない、競馬界にマイナスと述べている。最も多かったとされる批判は、地方で十分な実績を上げた騎手と、10代の少年たちが同じ試験内容なのはおかしいというもので、翌2002年7月、競馬会は騎手免許試験の取り扱いを一部変更し、受験年の前年以前の5年間において、中央で年間20勝以上の成績を2回以上収めている騎手に対しては、基礎的事項は問わない。競馬学校生と同等の学力、騎乗技術試験は免除という新要項を表した。当時、地方騎手でこれを満たしていたのは勝見のみで、この基準は俗に、アンカツルールと呼ばれることになる。勝見は後にこの出来事について、次のように述べている。2003年2月、克実は改めて騎手免許試験を受験し、13日に合格が発表された。23日に正式に騎手免許の交付を受け、JRA 騎手、安藤克実となった。なお、地方騎手としての最後の騎乗は、同年元日に笠松で行われた東海ゴールドカップで、騎乗馬、サダムクリスタルが初馬機内で暴れたことで両足を骨折し、騎手負傷のため競走除外という結果となった。笠松時代の地方競馬で、通算3299勝を挙げた。3月1日、JRA 騎手としての初騎乗を迎え、2戦目で初勝利を挙げた。この時点で JRA 通算191勝目。さらに翌週からは、チューリップ賞、中京記念、フィリーズレビューと10勝3連勝。さらに30日には、ビリーブで高松宮記念を制し、1ヶ月足らずのうちに、GI 初制覇を果たした。克実は GI レースの制覇はライデンリーダーとのコンビで中央に参した頃からの夢だったから嬉しさは格別だった。周囲からは淡々としているように見えたと言われたけど、やはり感慨深いものがあったなどと語っている。さらに秋にはザッツ・ザ・プレンティで菊花賞を制し、クラシック競走を初制覇。同馬とは春の皐月賞からコンビを組んでおり、ライター、評論家の亀貝義正は、克実が皐月賞で掴んだリズムをダービーに活かし、夏休みを挟んで、ザッツの成長を秋に調教で感じ取り、菊花賞では思い切った騎乗を見せ、他として菊花賞制覇は、安藤克実騎手が、中央入りができたら、続けて、馬に乗りたい、調教に乗りたいという二つの夢が叶ったからこそ、実現したと言えると評している。この年、克実は、実動10ヶ月のうちに、10勝10勝を含む112勝を挙げ、勝利度数ランキングで3位につける活躍を見せた。2004年は2月に、アドマイヤドンで、フェブラリーステークスを制覇。春には、キングカメハメハで、NHK マイルカップを制した後、さらに、同馬と共に臨んだ、東京優駿。日本ダービーにも優勝、移籍2年目にして、ダービージョッキーとなった。騎手ならば誰もが憧れると言われる競争であるが、克実は、ずっと JRA で乗っていた人と違って、ダービーにそれだけ、深い思い入れがないというか、実感がない。騎手を辞めた時に、ダービーを勝ったというのがすごいことだと感じると思うとの、感想を述べた。さらにその翌週には、鶴丸ボーイで、安田記念を制し、上半期だけで GI4 勝という成績を残す。年間では前年を上回る127勝を挙げた。2005年には104勝とやや数字を落としたが、鈴鹿マンボで天皇賞、春を制覇。絶好位から終始スムーズにレースを進め、GI での会心の騎乗と持参する13番人気での勝利であった。2006年にはかつてライデンリーダーで敗れた桜花賞をキストヘブンで初制覇。後に自分の中に残っているものがあったから余計に嬉しかったと振り返っている。また当年は大和メジャーで天皇賞、秋とマイルチャンピオンシップも制した。2007年にはサンライズバッカスでフェブラリーステークスを制したのを皮切りに大和メジャーの半妹、大和スカーレットで桜花賞、秋華賞、エリザベス女王杯を大和メジャーで安田記念とマイルチャンピオンシップを制し、JRA 最多タイ記録の GI、J プニーを含む6勝を挙げた。11月17日には、史上2位記録である、騎乗機会6連勝を遂げるなど、年間勝利数では、中央移籍後最多の136勝、全国3位、地方、国外の成績を合わせた勝率では2割3分6厘、7毛を記録し、過去5年間、JRA 賞の騎手タイトルを独占していた武豊を抑え、最高勝率騎手となった。なお、当年には光明が経営危機が伝えられていた笠松から中央へ移籍し、兄弟で中央の騎手となった。2008年にはブエナビスタで阪神ジュベナイルフィリーズを制覇。年末にはダイワスカーレットでグランプリ有馬記念制覇を果たした。牝馬の優勝は1971年の東名以来37年ぶり、史上4頭目の記録であった。なお当年勝美は、勝利数4位、1位、武豊、勝率2位、同然、獲得賞金3位と JRA 賞では無冠であったが、最多賞金獲得騎手は勝美に続いて地方から中央入りした岩田康生、園田競馬出身が武豊を抑えて獲得。前年3月から中央入りした内田博之、大井競馬出身も全部門で4位以内と急激に台頭し、地方競馬出身騎手の躍進が目立った年となった。2009年にはブエナビスタで桜花賞と優駿牝馬オークスを制覇。この頃から騎乗数を抑え始め、勝利数は JRA 移籍後初めて100勝を切る87勝にとどまったが、勝率では2割1分6厘を記録し、自身2度目の最高勝率騎手となった。翌2010年1月30日には、中央競馬史上24人目となる騎手通算1000勝を達成。これにより史上初の中央、地方双方での1000勝を合わせて達成した。また、5月には、ダノンシャンティで NHK マイルカップを制覇している。2011年には、マルセリーナで、桜花賞4度目の勝利を挙げた。51歳0ヶ月14日での勝利は、クラシック競争の最年長勝利記録となった。その後、2012年11月24日の、京阪杯でパドトロワに騎乗したのを最後に、レースでその姿を見せることがなくなる。2013年に入っても、実戦騎乗がない状況が続く中、1月30日に、次年度の騎手免許更新の手続きをしていないことが明らかになった。同日、納得のいく騎乗ができなくなったことを理由に翌1月31日をもって騎手免許を返上し、現役を引退することを表明した。2月3日に京都競馬場で引退式が行われた。なお、後日公式ツイッターにて、前日の2012年京阪杯でパドトロワに騎乗したことを振り返り、京阪杯はもっとやれると思っとった。動かしきれんで納得いかなくて、引退決意したんやと引退の理由を明かした。引退の記者会見では、調教師や調教助手になるつもりはないとしながらも、ファンに競馬の良さを伝える仕事ができればと語っていたが、現役時代から続けている週刊実話のコラム、赤津の勝負師の極意、現役引退と同時に終了に加え、2013年4月には競馬最強の法則、KK ベストセラーズで競馬アンカツの流儀、東京スポーツでコラム、GI はアンカツに聞け、など、相次いで、競馬関連メディアで連載をスタートさせており、現在は東京スポーツ専属の競馬評論家として活動を行っている。また、テレビ放送では、みんなの競馬、フジテレビと、競馬 B と、関西テレビに出演。主に牝馬の G1 競争、オークスは除く、ダービー、有馬記念などで解説者として出演している。地方競馬の騎手が中央へ移籍することができる流れを、作った先駆者とされるが、これは単に人的な移動を生んだに止まらず、地方騎手及び短期免許で中央にやってくる外国人騎手が持つを動かす技術が中央に持ち込まれたことで技術革新を招いたともされる。勝美も中央デビュー時に地方の騎手が中央の騎手より優れている点を尋ねられ、馬をガツンと動かせるところと回答しており、自身も地方競馬での騎手経験がある、橋口幸次郎は、勝美についてまず、馬を動かす技術に魅力を感じて、起用を始めたと言い、また、地方の小回りコースで培われた、コースロスなく立ち回る技術や、スタート、ポジション取りの技術、馬込みのさばき方に対しても高い評価を送っている。また佐々木正蔵はその長所として、スタート技術、道中の立ち回り、馬との呼吸の合わせ方、そして、馬が自分から走ろうという気にさせている点を挙げた。騎乗フォームは後ろに重心を置き、手綱を持つ拳を上げて、馬を推進するという形だった。勝美は、大和メジャーなど、こういうフォームに合う馬も必ずいるとした一方で、本来的には短い手綱で前に重心を置いた、フォームが理想だとしている。勝美のフォームは、笠松時代から身に染みついたものであり、直すことができなかったのだという。中央で騎乗を始めた当初は、自身の汚い乗り方に恥ずかしさを覚えていたとも言い、騎手引退後に行った川田将雅との対談では、もう少し綺麗に乗ってほしい。馬を動かせることはわかるが、その感じで綺麗にという風に自分の中で変えていってほしい。そういう点も見せる仕事でもあるとの希望を口にしている。おおらかな性格もあり時に大胆な騎乗ぶりを見せた。光明は、克己の性格だからできた騎乗として、残り600メートル手前から先頭に立たせてゴールまで押し切った、ザッツ・ザ・プレンティの菊花賞を挙げている。また横山典弘によれば、克己はスタートで出遅れなどを起こしても、大したことじゃないというのが口癖であったという。これについて克己は、思い切った競馬をやろうとしてやっているわけじゃない。出遅れると、多くの人はそれをミスに見せないように早めに挽回して、かえってスタミナをなくしてしまう。僕は出遅れたら、出遅れたで仕方ないと思って乗っているだけであるとし、これに対して横山は、その開き直りがすごい。分かっていてもなかなかできるものじゃないと評している。天才派だ、感覚派とも言われた一方で、研究心は旺盛であった。克己自身の回想によれば、それは、騎手デビュー戦における競争中の位置感覚と競争後にパトロールフィルムで見た実際の位置とり全く違っていたことに橋を発しており、以後自分の騎乗を客観的に分析するという作業を習慣化させていったという。また、光明は、克己はデビュー当初凡庸な馬ばかりに騎乗していたことで、どうすれば勝てるのか、どう乗れば勝てるのか、と考えて乗っていた。だから克己は、後からぐんと伸びたのだと思うと述べている。克己や福永陽一と親交を持った、作家、プロ雀士の狩野陽一は、天才騎手の定義について、豊富な技術の引き出しを持ち、局面に応じて適切に選択できるものとした上で、中央競馬史における天才騎手として、福永陽一、武豊、克己の3者を挙げた。さらにこの3者を比較して、知性、理性で乗るという部分では、武、安藤、福永の順。そして直感で行くと順位は逆になるとし、克己について、人間の何がすごいって真ん中が一番すごい。武豊と福永陽一を足して2で割った安藤くんは、すごいと思う。安藤くんはいつもとぼけたふりをしているけど、普通の人では、あの芸当はできないと評している。また、武豊は、天才について、強いて言うなら、僕とはアプローチの仕方が違う、理解を超えた騎乗で勝つ人とし、安藤さんは僕からしたら、という乗り方で勝ってしまう。ああいう人が天才なんでしょうと評した。克己自身は、落馬事故で騎手生命を絶たれた名古屋競馬の坂本敏美を天才騎手として挙げ、やはり落馬事故で騎手生命を絶たれた福永陽一とも絡め、天才と呼ばれる人に限って大変な事故にあって引退を余儀なくされている。神様のいたずらだとしたらあまりに残酷な神様がいることになる。俺は天才ではないので致命的な怪我はしないだろうと思っている。謙遜しているのではない。俺は天才じゃなくてよかったという根拠のない確信みたいなものがあるのだと自己評価している。次著克己を主題とするもの、書籍、雑誌特集記事、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。